作り旅動画投稿祭2024サマーを開催するわよ。ということで皆さんどうも、霊夢よ。皆さんどうも、マリサだぜ。この度、このチャンネルが主催となって、ゆっくり旅動画投稿祭2024サマーという企画を開催することになったの。お、春にもやったゆく旅動画祭か。あの企画、思ったより好評で、私もびっくりしたんだぜ。そうなの。前回の参加本数は怒涛の100本超えだったわ。だから、この夏のタイミングで、第2弾を開催することになったのよ。なるほどな。で、今回は、どのような感じの企画になってるんだ？こちらの企画は、近頃再熱してきているゆっくり実況による旅動画。このような動画を、皆さんと共にもっと楽しんでいきたいという思いから、今回、投稿祭を再び開催させてもらうことになったのよ。祝ゆく旅動画祭第2弾って感じだな。で、どうやったら、この企画に参加できるんだ？それではレギュレーションなどについて、説明の方していくわね。最初に、開催期間はご覧の通り。8月11日の0時から9月15日の日付が変わる直前までね。お、今回も前よりは若干短いものの、まあまあ長い期間なんだな。で、今回開催させていただく動画サイトは、YouTube とニコニコ動画よ。ニコニコ動画は、現在色々あって、サービス縮小中だけど、間もなく復旧するみたいだから、そちらでも企画を開催することになりそうだな。続いて参加条件などについてお伝えするわよ。参加しようとしてる方は、ここから先の情報をしっかり聞いておくんだぜ。まず、この企画は、動画投稿者なら、誰でも参加することが可能なの。確か、事前の参加表明などもいらないんだったな。そうそう。ただし、対象となる動画はゆっくり実況形式の動画よ。でも、ゆっくり実況がメインであれば、他の音声ソフトの使用も問題ないんだぜ。そして、参加作品のタイトルや概要欄にシャープゆく旅動画祭 24S をつけてね。ニコニコ動画の場合はゆく旅動画祭 24S をタグロックしておくといいぜ。対象となる動画の内容はご覧の通り。ちょっとした旅、旅行の実況、旅ブログや、交通系のご紹介。そして、鉄道旅実況なども対象になるの。前回も、たくさんの方が参加してくれたから、いろいろな動画が見られたんだぜ。やっぱりこのチャンネルが主催ってことで、鉄道系の動画が多かった気もするが。で、確か今回も移動のシーンが少しくらいは欲しいって話だったな。そうそう。あ、動画内で出演させるキャラクターについては、前と同じく、特に制限は設けないわ。自分なりの面白い動画を作ってくれよな。なんと主さんによると、今回は、参加してくださった作品を、期間終了後に、数名の実況者と共に審査して、いくつかの賞に分けて、発表したいと考えているみたいなの。最優秀賞に選ばれた作品の作者には、Amazon ギフト券なんてものをプレゼントする予定らしいわよ。おお、今回の開催では景品がつくのか。これに関しては、前回から数名の参加者の方に言われてたけど、今回からついにやることになったんだな。参加者の皆さんは、ぜひとも最優秀賞を目指して、頑張ってほしいぜ。では最後に、投稿祭について、重要な部分をおさらいするわよ。まず、開催期間は、8月11日の0時から9月15日の23時59分まで。今回開催させていただくサイトは、YouTube とニコニコ動画ね。ニコニコのアプリに関しては、少し復旧が遅れる見込みらしいぞ。参加方法は、動画のタイトルや概要欄にシャープゆく旅動画祭 24S をつけるだけ。ニコニコ動画の場合は、ゆく旅動画祭 24S のタブロックも忘れずにな。何か不明な点やご質問などあれば、こちらまで連絡してね。YouTube の場合は、コメント欄で聞いてくれてもお答えするぜ。この企画を通じて、実況者間での活発な交流につなげて、もっとこの、ゆっくり実況による旅行系動画が広まるといいわね。そうだな。前回も、個性的な動画の数々を楽しませてもらえたし、今回も、参加されるいろいろな動画に期待したいところだな。ということで、ゆっくり旅動画投稿祭2024サマー。皆様のご参加を、お待ちしているぜ。